こんにちは、速稼塾の久保です。今日もポイントサイトモッピーをね開いております。モッピーをね開いても案件がないじゃないか、儲かるものなんてないじゃないかっていう風に感じられる方もいると思いますけども、それはですね、私がこんなのありますよっていう風に待ってればそうなりますんで、ご自身でねやっぱりこう探してみるっていうことをしなくてはなりませんよね。やっぱり自分の欲しいお金は自分で探しに行くってことだと思います。まあきっかけとしてはこういうサイトがあるよってことを私お知らせしました。そして私は自分に使えるものをどんどんねトライしているところでございます。まあ私は使えるものが結構多いんで、開けば何かがあるっていう状態ですけども、状況によってはですね、人によってはですね、限定的なものしかできないっていうこともあると思いますけども、これもですね、私がいつも言う手持ちのカードを使うってことなんですよ。まずはできるやつを全部やってみて、そこで最大限行動範囲を広げて、その次のステップはそこに行った時に考えればいいんですよね。もうそれしかないと思うんですよ。例えば私広島に住んでますけども、広島から東京に行く際にですね、まずは広島から大阪に行きます。大阪に行った後名古屋まで行きます。で、名古屋に着いた時にどうやって東京に行こうかなって、やっぱりそういうことだと思うんですよ。まだね、広島から大阪にも行ってないのに東京への行き方を探してね、こっちの道もダメ、あっちの道もダメ、あ、こっちのチケットは全部売り切れてるみたいな感じで行けないじゃないかってね、そういう風に憤ってもしょうがないんで、まずは少しでも近づいてみることだと思うんですよ。少し近づいてみるとその景色からまた別のものが見えてきますんでね、そういう風にして少しずつ手繰り寄せていって、一歩一歩進む千里の道も一歩からっていうのが成り立つと思うんですよね。ではポイントサイトモッピーの方を見ていきましょう。私は10月の下旬にこのサイトに初めて登録しました。それからというものを日々案件をやっていって、何もない時にはこのアンケートをねやってみました。アンケート開いてみますよ。アンケートっていうのはね、本当に地道なんですよ。見てください。1ポイント2ポイント3ポイント十数ポイントっていうのがねやっとあるぐらいですけども、私これ全部やってるんですよ、ね、私は何万何十万と毎月稼いで、やっぱり月収で言ったらね100万を割ることはないです。大体200万前後です、月収がですよ。でもこういう1円っていうのを確実にやってるんですよ。今でもやってるわけですよ。これご覧のように回答済みでしょ。私ね、やれやれって言っといて自分でやらないってことはないですからね。この1円ですら拾いに行ってるわけですよ。でも大きく稼ぎたいと思って全く稼げない人って、この1円ですら取りに行ってないと思うんですよね。はい。でポイントサイトモッピーの方に戻しまして、今私が 66,276 円、これも日々変わってるでしょ。どんどん増えてるでしょ。まあ、これが現実ですよ。私はおごり高ぶらずに何でもやる、そして1ポイントでもやる、その積み重ねが 66,276 ポイントです。で多くの方はどうですかね、儲かってないよとかね、モッピーが使えないよって言ってる方、このアンケート1ポイントとかやってます？やってたら稼げないってことはないと思うんですよ。この前もお話しましたけども、このアンケートサイト中にはねお宝が隠れてますからね。アンケートは1ポイントだけども別で1万円もらったみたいなのもありますからね。でそういうのをやっぱり探していくんですよ。自分の人生には自分の人生でしか見つからないものがあります。これはですね、もしかしたら私でも見つけられないものがあるかもしれません。私にはね、所詮私の人生に出会ったものしか見えないんですよ。ですんでね、100人いたら100通りの人生、100通りのその道の中で出会えるものがありますんで、もしかしたらね、私なんかが及びもつかないような、そんな喜びとか感動に出会えるかもしれませんよ。ということで、今日はね、何々を紹介するってことはないんですけども、そうですね、まあ結構ね、これどうですかね、外壁の見積もり。これ、一戸建てを持ってない人はダメだって言うんでしょうね。あ、これ、青空銀行行きましょうか。青空。青空で検索するでしょ。そうするとね、青空銀行の案件3つ出てくるんですよ。で、合計でこれ4000円です。3つやってみたらどうですか？青空銀行の口座開設。これ誰でもできるでしょ。ね、次。青空ネット銀行法人口座開設。これは法人を持ってる方だけになっちゃいますんで、一部の方はね、当てはまらないと思います。それでは右側の方どうですか？デビットカード。これも誰でもできます。ということは、最低でも2500ポイントは稼げるわけですよ。で、ここまで言っててもやらない方が大半だと思いますけどもね。で、今初めてこの動画を見た方は、まずね、モッピーに登録するところから始めてみてください。登録して、そして1000円でも2000円でも稼ぎに行く。それが今日の売り上げでいいじゃないですか。まずは月収1000円とか2000円から積み重ねていって、月収2万3万を作っていく。そして今度は月収5万10万を作っていく。そんな流れですよ。だからできるところからやっていく。それしかないんじゃないかなと思いますよね。はい、ということでございます。いずれにしても私もそうですけども、誰でもね、できることをやるしかないんですよ。そしてできないことに挑戦するのはその後なんですよ。まずはできることからやっていきましょう。それが今日のね、皆さんにお伝えしたいことでございます。では、いってらっしゃい。